ダンスビュー1月号をご覧の皆様こんにちは、檜山ダンススクール所属の本田良二です。柳田ダンススクールの恵比寿のさよです。10月号の単語ベーシックポイントレッスンの際に本日の、DVD のご依頼をしていただきました。とても嬉しく、このような機会を与えてくださった、ダンスビューさんにとても感謝しています。ありがとうございます。さて今回は、センサー、そのステップをこう約束せずに踊れますかと題しまして、リードとフォロー、いかにこう約束なしに男性が女性にリードを伝えるかっていうのを似たようなフィギュアをこうステップごとに分けて、説明していきますので、こうどんなフィギュアでもリードが伝えられるように、一緒に、勉強できたらと思います。それではレッスンスタート。1、2、3。はい、それではまずグループ1の解説に入っていきたいと思います。今回タンブルターンから最初の流れではスローアウェイオーバーステイに入ってるんですけれども、タンブルターンの後に、いろんなラインフィガーピクチャーポーズにですね、踊っていくということがよくある流れだと思うんですけれども、そのタンブルターンの後の流れで例えば男性からするとスローアウェイに入りたいのに女性がオーバーステイに入っちゃったとか、スローアウェイ踊ったのになんか女子がレフトウィスク踊っちゃってるとか、足伸ばしてほしくないのになんか伸びちゃってるとか、そんないろんなパターンがいろんなミスがよく見受けられるので、それをどうリードしていくか、センサーを感じていくかということを解説していきたいと思います。ではまずタンブルターンからオーバースウェイをちょっと踊ってみます。では向きを変えて踊ります。はい、では、ちょっと男性の注意事項を説明したいと思います。ではちょっと靴を、はい、ありがとうございます。
タンブルターン自体、タンブルターンからオーバーステイ自体はそんなに難易度の高くないフィガーだと思うんですけれども、まあ、いろんなラインフィガーに入っていく上で女性との2人の位置関係、そのフィガーにどれぐらい回転の量があるのか、そしてライズ&フォールがあるのかないのかということをはっきりと相手に伝えるということが重要になってきます。でまずオーバースウェイを踊る場合なんですけれども、タンブルターンの終わったラインから男性右足交代から入りますが、交代してこの場合、2人の入れ替わりがほとんどないフィガーになりますので、男性の左足に対して女性の右足が男性の今進行方向に対して、女性が今いた側に女性がステップして、こういう足の位置関係に女性の右足をリードするように意識してみてください。これがあんまり追い越しすぎちゃったりすると2人が重なっちゃったり、女子の足が中に入りすぎちゃうと女子の上に男性が覆いかぶさるようなラインになってしまいます。ですので男性の左足に対して女性の右足がこういう位置ですね、こういう位置に足が来るとおおむねバランスよく踊れると思います。じゃあちょっと悪い例と含めて踊ってみたいと思います。タンブルターンが終わったところから女子の右足が中に入りすぎると、こうラインを作った際に女性がすごく苦しいラインになっちゃいますね、はい、腰を怪我しちゃいますね。女子が大きく出すぎちゃったら2人のボディが重なってというようなちょっと苦しいラインになっちゃいます。ですので女子に追い越させないように女子の右足を感じながら、もうちょっとかな、でその位置で推移していきます。はい、それでは角度を変えてもう一度踊ってみたいと思います。というように、女子の 足ですね、この場合はを気をつけると、まあ、バランスよくオーバースに入っていけるかと思います。女性の気をつける点ですが、女性は、男性からのスウェイのリードを受けてこのように左に潰れてしまう方をよく見受けられます。女性は、右足をついたときに床に対しての重力と、それから足から左足から来るセンターの、エネルギーで左サイドを持ち上げてシェイプするように心がけてください。いい例と悪い例をやってみます。今のがいい例ですね。悪い例をやってみます。左サイドが潰れてしまって、これですね。いい例は右足を床に対して、そして左足はセンターに対して持ち上げて、左サイドを持ち上げるようにすると綺麗に踊れると思います。では角度を変えていい例と悪い例をやっていきたいと思います。
では悪い例左サイドが落ちてしまっている。はい、はい、オーバースウェイを女子の足を女子の足の位置を意識することで、2人のバランスを整えてほしいんですけれども、女子をリードするにあたって、回転が入れ替わりがない分回転が少ないフィギュアです。ですので男子は左足を交代してここで先にこう回っちゃうと女子の足が、まあ、さっき言ったように体の下に、潜り込んじゃったりする原因になっちゃうので、交代した時に体はしっかり女性の方に向けたまま、女性の足をサイドにステップさせるような意識を持って、ここでこう体が先に回っちゃうとスローアウェイに入っちゃうようなトラブルの原因になっちゃいます。体を女子の方に向けたまま足の位置をもうここで決めさせちゃうような感じですね。というふうにリードすることで、無理なくオーバースに入っていけるかと思います。練習してみてください。では続きましてタンブルターンから、スローアウェイオーバースに入るパターンを解説していきたいと思います。ではまず踊ってみたいと思います。では角度を変えてもう一度踊ります。